馬場がある可能性がある。なんかこの山だから馬に乗れるスペースだね。あ、ここもそっか。ここ普通にゴルフ場だと思った左側は。ホールあるしね。そう。あ、まあ、つまこりか。馬の方かと思った。馬の方。こっち馬だよね、右側ね。馬小屋か。なんか撮影してんだね。折りがけエキストラの皆様、何組エキストラの皆様になって、今日は撮影日なんだよ。ててん、これなストロベリー、ストロベリー、ヘレナストロベリー、これなんて読むんですか。ヘレナストロベリーエンドでいいですか。ランドです。ランドです。インドって何だ。はい、ありがとうございました。ヘレナストロベリーランドにやってまいりました。やはーい、もう食うとるやん、あいつら。あえーよー、早いよまだお互いにもぐもぐしてんだけど、あいつら今回は、とちおとめがメイン。あ、そっか、クッキーさん、いちご狩りでもしたことあるよね。あるよ、人生では何回かある。オッケーオッケー、下から見るんだからね。うん、こうやって見るのも。今食べた結論が出たんだけど、でかいいちごがうまい。あ、やっぱちっちゃいのは、甘くなるけど、ねえ、早い早い。あそこの角になんか楽屋カメラみたいに置いてあるから、気に入った不思議なものとかが出てきたらトーって言って、ちょうどその4つ、そう、角に、そう角に置いてある。こんにちは、 YouTuber です。見てください、いちごです。おっきいおっきいのが美味しいらしいです。とちおとめ甘くておいしい。え、てかでかいの持ってた今、伊達ちゃん何気に。やば、え、すごっ、やばいよ、絶対うまいと思う、うん、え、嘘、食べんの。一口だ、ちょっとね、わかるよ。あ、つけちゃった、またな。うまっ、やっぱでかいのがうまいよ。うん、あ、うまいよ。そうでしょ、食べな、これ。ありがとうございます。これよりもでかいやつを私が、うん、探してくれた。うん、探して。え、うまいよ、ベロ。うん、だってでかいのがうまいんだよ。あ、発見してもらった。いちごでかいのうまい。でかいのタッティアンに教えてもらって決めました。いただきます。こんな見つけんのうまいよね。ここやほら、でかいの初めてさ、チルもやばい。あ、やばい、すごいね、溢れ出してんじゃん。うまっ。これとか絶対うまいと思う。茎太くて、あ、本当だ、サイズがでかい。でかい。これ食べてみる。はい、これとかと比べるらしい。ほら、これ赤くてさ、こっちも美味しそうじゃん、うん、でほら、茎が細い、ね、あ、本当だ。そう、食べ比べればいいね。食べ比べて、確かに。わかったわ。うわ、めっちゃでかい。めっちゃいい。超でかい。いいやん、形も綺麗。いいね。今ちょっくら食べ比べするんで、うん、大きい方な。うん、うん、甘い、うん、甘い、うん、甘い。お父さん、ん、高
則が法則が見破ってた。いや法則が、うん、乱れた。今回はちょっと乱れております。嘘うまい。那須さんちょっとこちらの方がこっちだよ。マジで乱れた。乱れた。そんなんだけどない。違うんじゃよ。あ、これうまい。乱れたね。乱れた。ちょっと乱れた。うまい。そう、今あれと思った。うまいけど、まあ練乳つけで全部うまいってですね。まあね、でもね、ちょっとね、これがね、あんまりやってん。あんまりやったんや。うん、あらまあ。ちょっとサクッとだけ食べて。もう練乳の味しか知らない。ごめん、ずっとしたしたしちゃったから。ちょっとこちらありがとう。じゃあ、たくさん食べます。はい、あ。そうだった。桃井はこうやって食べる人だった。一気に取って食べる。そうだった。このままで食べてもいいんですけど、なんか美味しいのを先に。そうだった。やばい、やっぱりアイドルとイチゴってなんでこんなに合うんだろう。とっても美味しそうなイチゴです。美味しそうっていうか美味しかったです。めちゃくちゃ美味しい。甘いです本当に。なんかその伊達さんがちょっと大きいのが甘いって言ったので、うん、大きめのを狙ってちょっと。よりすぐりのいちごたち、選ばれしいちごたちです。選ばれしいちごです。美味しそうです。うまいんじゃん。美味しそう。もうでもちょっとあの食べるのは大変なので、うん、カメラの前では食べません。お口が大変なことになるので、はい、お口が赤ちゃんだからね。普段フルーツを食べる習慣がないので、大きいのを4つ食べちゃう。満足値が上がってきた。お腹いっぱいってより満足感が。めちゃくちゃ食べたね。へー、お口が荒れてるやん。めちゃくちゃ外が。伊達さん大丈夫かな。全然平気よ。違うよ。大荒れってことは。うん。ああ。この後お腹壊すのじゃないかな。